変化の割合って覚えてるこれ y イコール ax プラス b で出てきました。この a のことを変化の割合って言ってたよね。で、この変化の割合、どういう意味があったかっていうと、変化の割合は、x が1増える時の y の増える量。このことを 変化の割合って言ってたまた、あ。X、が増えたときに、y、がどれぐらい増えていくか変化していくかってことやから変化の割合って言ってたよね。で、X、が1増えるときの、y、の増える量なのでどうやって求められるかっていうと、X、の増加量分の y の増加量。 で求められるよ、ね、でこれと同じように y イコール ax の2乗の時にも変化の割合っていう言葉が出てきます考え方は一緒で x が1増える時にどれぐらい y が増えますかってこと同じようにして x の増加量分の y の増加量で求められます何が違うかっていうとこの1次関数では y イコール ax プラス b の a が変化の割合と一致してたけど こ,この a っていうのは変化の割合にはなりません。これ比例定数よね。なんでかっていうと、y これ x の二乗の変化の割合っていうのは x の範囲によって変わるんよね。どういうことかっていうのをちょっとグラフを使って説明をします。ちょっとグラフを入れてみました。 で、これ、グラフ見たときに、これ、y イコール ax プラス b やね。まあ今これ、分かりやすいように比例で書いてるけど、y イコール ax、ね、b が0ってことね。一次関数のグラフだと思ってください。直線なので。これが曲線、放物線になっている ax 二乗のグラフです。で、このとき、変化の割合、x が1増えるときの y の増える量っていうのは、一次関数のときは、 x が1増えるってことは1右に進むってことだよねその時に y の増える量はどれぐらい上に進んでるか1上に上がってるよね次も一緒で1右に行ったら1上に上がってるずっと一緒やねこの関係はなので x が1増える時の y の増える量は常に一定変わらないので変化の割合っていうのはずっと一緒なんよじゃあ今度 y x 二乗を見てみると x が1増えた時最初は y は1増えました x が1増えた時次は3も増えましたさらに次は x 1増えた時今度は4も増えましたよと放物線になっているので x が1増えた時1右に行った時に y が上に上がっていく量っていうのはどんどん増えていくんやねつまり y x の2乗では変化の割合は変わっていきますよと。 この x のどの x ど範囲を見るかによって変わっていくんよ、ね、これ大事なポイントなのでしっかり理解しといてくださいそれを踏まえた上で問題をやっていきましょうこれ一回消します問題は関数 y=2 分の 1x の2乗 Ax の2乗の形やねについて x が次のように増加する時の変化の割合を求めようっていうのが問題ですで問題0から2まで4から6まで マイナス6からマイナス4までっていうふうに言っててこれこの範囲によって変化の割合が y=x2 イコール x 二乗では変わってくるから3つバラバラに効いてるよねまず0から2までをやってみましょう変化の割合どうやって出すかっていうと x のこっち書いとこうか x の増加量分の y の増加量やってね 今、x の増加量はいくらになっているのかっていうのを考えてみます。x の増加量はどうなるか。0から2までなので0から2まで増えたらいくら増えてる ?2 増えてるやんね。式にして書くと2-0は2ですよとね。同じようにしてじゃあ y を考えるとき。y を考えるときはどうしたらいいかっていうと x が0の時ときと x が2の時に y はいくらやったかって考えてあげるのかなかよね。そうしたら y の値が分かって増加量が分かるから x が0の時 y はいくらかって言ったら0やね原点を通ると x が2の時 y はいくらかって言ったら2人が c で 4×2 分の1 2で2ですよとつまり y の増加量はどうなるか。 これも x が2の時の y の値2から x が0の時の y の値0を引いてあげたら増加量になるよねなので2になりますよとここまで来たら x の増加量分の y の増加量つまり2分の2で変化の割合は1になるとこれが答えになります同じようにして2番もやってみよう x の増加量はも式だけ書くけど6引く4で2やねで x が4の時 y は代入して四 4, 4 16×2 分の1で8やね。x が6の時 y はいくらかっていったら 6636×2 分の1で18やね。y の増加量いくらになるかっていったら18-8で10です。これを計算します。x の増加量分の y の増加量。x の増加量2で y の増加量10なので答えは5です。OK? じゃあ最後3番もいってみましょう3番はマイナス6からマイナス4までいくら増えているか x の増加量はマイナス4くマイナス6ねこれはカッコつけてよで気をつけなあかんでマイナス4でプラス6になるから2増えているよねマイナス6からマイナス4やったら x がマイナス6の時はねさっき マイナス6のとき y はいくらかって言ったら代入して3 6け2分の1で18です。x がマイナス4のとき。代入したら 44×2 分の1で y は8やね。じゃあこのときの y の増加量気をつけなあかんのはえっとマイナス6からマイナス4までってなっているのでなので8-18になります。マイナス10円ね。 x の増加量分の y の増加量は2分のマイナス10で答えはマイナス5になりますよと。だこんなふうに y=ax イコール A x 二乗の変化の割合っていうのは x のどの範囲をとるかによって変わってくるんやね。